小野沢さん。いやー、懐かしい PV ですね。懐かしい。<laughs> 何年ぶりに見たのか分かんないですけど、懐かしいですね。<laughs> はい。まあ、あの映像編集も全部僕が裏でなんかやってましたから、指示してましたからね。懐かしいですね。あの自動販売機も超懐かしいですね。あのカメラアングル。あれ、あのカメラアングルちょうど良かったんじゃないですか。 あれ結構良いいかったと思うんですけどね。<laughs> まあ今回ね、あの、ちょっと提案なんですけど、ね。<laughs> あ<の>まあ僕は正直、その、小野田さんは、まあ、申し訳ないですけど、全然見てなかったんですよ。うん。まあその、まあ僕もいっぱいいっぱいですから、い,ろい,いっぱいいっぱいだったんで、あの起業してで、僕でいっぱいいっぱいだったんで、人を見る余裕なんてなかったですし、だから今回、小野田さんが、久保さんとの、 対談を見てくれて、まあ、かぶせてくれてみたいな感じで、まあ、これ始まったと思うんですけどこれどうですかねあのオチとしてはあのー、思考は実現化するという対談を小野さん,さんと僕でするっていう <laughs> で最終決はちょっと今コロナでもありますし、まあ、久保さんちょっと遠い部分もあるので。 あのーまあ、最後は新橋の、ね、高架下,と下で久保さんがスーツでネクタイ僕もスーツでネクタイ小野田さんもスーツでネクタイでお昼,昼間からちょっとビール乾杯して動画撮るっていうのも面白いと思うんですけど、まあ、現実的に直近の話で言うならば、あのー、小野田さ,さん対談を取るっていう <laughs> 思考は実現化するっていう、まあ、これ小野田さんのスケジュールとかもありますと思うんで、まあ、僕は一応多分合わせることはできると思うんで、はい、もしよろしければ。 あの思考は実現化するという対談をね、もしよろしければ、あの、OK でね、じゃあ Facebook で送りますんで、あの、まあ、お返事いただければなと思います。で、この日どうですかみたいな提案をしますんで、はい。まあ、いろいろと、なんかまあ、言えないこともあるか分かんないですけど、なんか、この、なんだ、7年、8年ですか振り返って、なんかいろいろと思い出話も含めて、なんか、 まあ思考は現実化するということをテーマにね、まあ、その後枝ばかりするか分かんないですけど、お話はどうでしょうか <laughs>。僕もね、まあ、いっぱいありますから、いろいろとね、この起業して5年、鹿児島でいろんなことありましたから。うん、はいということで、今回はね、提案をさせていただければなと思います。では。